おはようございます、トラミです。5月の18日4時40分過ぎの動画情報です。風がかなり弱め、押しは吹いてますね。まずは左側から撮ってます。こちらは割と掘れた早いブレイク中心です。ちょっと巻いててチューブっぽいのもあるような状況になってます。ちょっと振っていきますね。で、右寄りのピークにかけては、割と形よく少し厚めに入るような感じです。Eセットを中心に待って、数ターン入れながら、ライド可能になってますが、ちょっと間隔あってなかなか入りづらいような状況ですね。中央付近はこの時間帯ちょっといまいちな感じに見えます。風が今西っぽい状態ですが、日中は次第に北東から東寄りに触れて吹く予想になってますので、とりあえず早めにやっておくのが無難そうです。十分できる状態のスタートになってます。以上、トラミでした。